だから常に悪い運気が多く、その悪い運気を周りに分け与えているんです。めっちゃ迷惑な人ですよね。ようこそ。予言天狗みはるです。今回も神様からの予言をお伝えしていきますので、今日の動画を最後まで見てあなたの運気を上げていきましょう。一緒にいると運気を吸い取る人の特徴についてお伝えしていきましょう。あなたはいつもある場所に行くと元気がなくなるなぁというような経験ってありませんか？この場合、場所の波動があなたと合っていないとか、その場に原因があることも多いんですけれども、実はもしかしたらいつもその場所に行った時に出会うあの人、その人のせいかもしれないんです。今回の動画ではこの現象について掘り下げてみたいと思います。なぜか一緒にいるとあなたの元気がどんどんなくなってしまう、そう感じる人、それはあなたの運気を吸い取っているんです。運というのは悪い運は移ってくるし、良い運は奪われるという特色があります。運の流れである運気というのは付き合う人によって大きく変化するんです。だからあなたが誰かと一緒にいるとひどく疲れるという場合、それはあなた自身の心身の問題ではなく、その一緒にいる誰かがあなたの運気を吸い取っている可能性が高いです。そうだとしたら、それを放っておいて最悪の場合どうなるんでしょうか？それはあなたの運気が吸い尽くされてしまうことで、あなたの健康や人間関係、そして何よりあなたの精神状態がとんでもないほど落ち込んでしまうということもあり得ます。そんなことになったら嫌ですよね。だからそのような不必要な運を吸い取られるということにならないように、一緒にいると運気を吸い取る人の特徴をまず今日は知ってください。そしてそんな人とどのように接すればいいのか、どのようにあなたの運気を守ればいいのか、それを具体的に解説していこうと思います。今日の動画を最後まで見ることで、あなたは運気を吸い取る人の特徴を見抜けるあなたになり、そんな人ともうまく付き合うことができるようになります。その方法を学ぶことで、あなたはあなたのいい運気を守ることができるようになります。そんな大事な話をしますので、ぜひ今日の動画を最後までご一緒ください。運気を吸い取る人とは、一緒にいると運気を吸い取る人は、いわばエネルギーヴァンパイアのような存在です。あなたは元気だったはずなのに、一緒にいるとどん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 疲れていったり、気分が落ち込んだりします。そんな経験があるのであれば、あなたの周りにその時あなたの運気を吸い取るエネルギーヴァンパイアがいたということなんです。あなたの良い運気はその人に移り、その人の悪い運気はあなたに流れてくるんです。まるで浸透圧のような感じです。あなたも小学校で習った浸透圧とは、ある種の力のことを言います。ある場所に水がたくさんあると、水は水の少ない方に向かって動きますよね。これが浸透圧の力です。水は自然と多い方から少ない方へ流れる。それと同じように運気も同様に流れるんです。良い運気がたくさんある人のそばに行くと、その人が良い運気が少ない場合、多い人から少ない人に流れます。自然と多いところから少ない方に流れちゃうんです。これがなぜ運気を吸い取る人が周りの良い運気を吸い取ってしまうのかという理由です。つまり運気を吸い取る人は自分の良い運気が少ないため、周りの人の良い運気を吸い取ってしまうんです。そして吸い取った上でその人はそれを無駄に消費するので、常に運気が少ないんです。そしてまた悪い運気も同じで、悪い運気の多い方から少ない方へ流れます。だから良い運気は吸い取られ、悪い運気は流れ込むんです。どうですか？なんかそんな交換してますよね。ただこのように運気の流れを理解すれば、運気を守るための対策も見つけられます。良い運気を吸い取られないためには、まず自分の運気をしっかりと保つことが重要になります。そのためにも運気を吸い取る人の特徴を知り、その特徴の逆張りをしていってください。運気を吸い取る人の特徴、一緒にいると運気を吸い取る人の特徴とは、ここでは7つ特徴を挙げてみたいと思います。1つ目、自己中心的。ずっと自分の話しかせず、人の話を聞かない人、こんな人は運気を吸い取ります。2つ目、否定的な人。嬉しいことがあってもすぐに悪い面ばかりを見て、そちらの方ばかりを見る人、
この人も運気を吸い取る人です。3つ目、エネルギーレベルが低い人。いつも疲れたと言ってる人、しんどという人、見るからに元気がなさそうな人、この人たちは運気を吸い取る人です。4つ目、嫉妬深い人。他人がうまくいってるのを聞いたり見たりすると心から喜べずに妬んでしまう人、この人は運気を吸い取り、吸い取るだけでその人が良くなることはありません。5つ目、承認欲求が強い人。自分のことをどう思っているかばかりが気になり、自分のことを褒めてくれれば嬉しいし、自分のことが話題にならないとモヤモヤするような人、こんな人も運気を吸い取る人です。6つ目、外交性が低い。外交性が低いというのは、人と一緒に過ごすよりも一人で過ごすのが好きな人、そして自分の考えに固執してしまうので新しいことを受け入れない人、こんな人は運気を吸い取る人です。7つ目、開放性が低い。開放性が低い人というのは、新しいことを始めるのが怖くていつも同じことをしてしまう人です。チャレンジ心がない人とも言うことができます。こんな人は運気を吸い取る人になります。これら7つが運気を吸い取る人の特徴ですけれども、このような特徴を持つ人が周りにいると、知らないうちに周りのいい運気はその人へと流れ込んでいってしまいます。このような特徴を持つ人たちは、その人たちは知りもしない中で自然と他の人の運気を吸い取っていて、さっきのような7つの特徴により、そのいい運気を悪い運気に変換するんです。だから常に悪い運気が多く、その悪い運気を周りに分け与えているんです。めっちゃ迷惑な人ですよね。あなたの周りにこのような特徴のある人はいませんでしょうか。まずはどの人が運気を吸い取る人なのかを把握してみてください。運気を吸い取られないために、運気を吸い取られないためにはどうしたらいいんでしょうか。まず、あなた自身のエネルギーレベルを上げるということが大切になります。自分の在り方、生き方を確固なものとしてぶれない。これが簡単に運気を吸い取られない在り方です。そして自分自身が汚れがなく、ニュートラルな存在であれば運気を奪われたりしません。ですから日々みそぎをして魂をピカピカに磨いておくということも意識してください。みそいだ上でそれ以外具体的にするといいことをお伝えしておきたいと思います。その1つ目、自分のことを大切に思う。これをやってみてください。自己肯定感という言い方でもいいかもしれませんが、あなたはピカピカの魂を持った、もともと神なんです。神なんですから卑下する必要はありません。そんな神である自分を大事に思ってください。2つ目、好きなことをする。好きなことというのは、自分勝手なことをするという意味ではありません。天命、地命、我命というあなたが神様から期待されている方向、あなたが生きている間に必ず達成したい方向、日本人として生まれたお役目、そちらの方に進むことが本当の満足感を得られる生き方になります。そちらに向かうようなあなたが好きなことを意識してすると、運気を奪われることはありません。3つ目、健康的な食事をとる。これもすごく大事で、心身の健康は食べるものにより大きく左右されます。人工のものではない自然のもの、自然の命を体に取り入れて、その命を自分の中で生かすつもりで、命をつなげるつもりで食事をしてください。この3つが具体的におすすめしたい運気を吸い取られないための行動です。また運気を吸い取る人と一緒にいなければいけない場合もあるかと思います。その場合は、まずは禊をすること。これが第一です。そして光のシールドといって、自分の体に光の盾のようなものを作り、その悪い波動をシャットアウトするような、そんなイメージを持つトレーニングをしてみるといいと思います。そしてもう一つ重要なことをお伝えすると、何にでも感謝をすること。天に対しての感謝、これを天霊と言います。大地、地球、自然、環境に対する感謝、これを地霊と言います。そして周りの人、すべての人によって自分は生かされてますので、人に対する感謝、これを人霊と言います。この天霊、地霊、人霊を深く自分の中に日々認識すること、それであなたは大丈夫です。では今日の話をまとめましょう。
一緒にいると運気を吸い取る人の特徴について詳しくお話ししました。あなたが何気なく感じている体調の悪さ、疲れややる気の減退などは、意識しない間に運気を吸い取られている可能性があるということをお伝えしました。そして運気の移動というのは浸透圧のようなもので、多い方から少ない方に流れるということをお伝えしました。水が多いところから少ない方に流れるように運気も自然と流れちゃうんです。この事実を理解することが運気を保つために非常に重要になります。そしてあなたが運気を奪われないためにも、知っておきたい運気を吸い取る人の特徴7つもお伝えしました。その7つ、1つ目自己中心的な人、2つ目否定的な人、3つ目エネルギーレベルが低い人、4つ目嫉妬深い人、5つ目承認欲求が強い人、6つ目外向性が低い人、7つ目開放性が低い人。この7つの特徴がある人と近くにいると運気が吸い取られやすいということが分かったかと思います。そこで運気を保つために具体的なすべきこともお伝えしました。そのためにも自分のエネルギーレベルを上げること、汚れのないニュートラルな状態を保つためにみそぎをすること、これを基本としながら具体的にした方がいい3つのことをお伝えしました。1つ目、自分を大切に思う。2つ目好きなことをする。3つ目、健康的な食事をとる。これらにより自分自身を高め、運気が流れないようにすることが大切です。今日の動画での重要なポイントは、運気の流れを理解し、運気を吸い取る人の特徴を把握すること、そしてその上で自分自身の運気を保つための対策を講じることです。これにより、あなたは運気を自分でコントロールすることができ、日々、あなたの大事なこと、天命、地命、我命に向けて神様に喜んでいただけるような日々を過ごすことができるようになります。ぜひ意識してみてください。ということで、このチャンネルでは予言を通して運気を上げ、人生をより前向きに生きていける動画を配信していってますので、チャンネルのフォローや高評価、コメントいただけると嬉しいです。 LINE でつながっていただいた方には LINE でしかお伝えしないことを配信していってますので、ぜひこの動画の概要欄にある予言天狗と LINE でつながるというリンクをクリックしてみてください。今予言天狗と友達になっていただいた方には豪華な5つのプレゼントをお渡ししてますので、ぜひそれもチェックしてゲットしてください。それではまた次回動画でお会いしましょう。今日の話の中で人工的なものでないものを食べるようにしましょうというお話をしました。ヒツキ神事の神様もその命を受け継いで、命を体の中に生かし、その命をつなげることが食べたものへの貢献であり、食べられた方も相互の貢献であるというふうにおっしゃっています。ですからできるだけ自然のものを取る、人工的なものはできるだけ取らないということが大事かと思います。とは言っても、これはダメっていうのも良くないです。これはダメと決めてしまうのは依存ですので、依存というのはいろんな気の巡りを悪くします。もともと主体であるということが DNA のセッティングですので、主体的に免疫を高めるためにも、たまに人工物を食べる、体に入れる、その時にはよく噛む、そのようにコントロールすべきです。マクロビをやる人ほど癌になったりします。それはあれはダメ、これはいいとするから依存だからです。主体的に取れば、ウォーレン・バフェットのようにチェリーコークとフィレオフィッシュばっかり食べてても高齢になっても元気ですから、これも一つの心理だと思います。ということで、ではまた。